おはようございます。セブライフの友です。今はご飯を食べ終えてのんびりしているところですね。はい。で、ここ最近ねずっと土砂降り小雨土砂降り小雨が続いてたんですが、今日ねやっとカラッと晴れてとてもいい天気で気分もいいですね。はい。ということで、今朝はというかね、今日は全くね、動画、どういう動画撮ろうかなと考えていたんですが、全然思いつかなかったので、動画ではない、豚小屋を歩き回ってね、行きたいと思います。はい。はい、では、まず餌ですね、これが。餌、あそこにいるね、今12頭になった豚の餌です。出荷する豚の餌ですね。はい。たまにネズミが中にいたりゴキブリが中にいたりします。はい。で、この前ね iPhone を落としたんですが、なんとなくね、何もなく良かったなと思っていたんですが、今ね撮影しているとどうやら音声になんかブツブツという感じでね、結構ノイズが入ってしまっているのでちょっとショックです。はい。なるべくノイズが入らないようにしたいですね。はい。3頭、15頭いたんですが、3頭ね、1頭と殺して2頭打ったので今12頭になりました。はい。トータは今生後3ヶ月ぐらいかな。もりもり食べて元気です。はい。でこっちが母豚ゾーンですね。これ母豚の餌なんですが、鶏がねこの、結構重たい木の板を乗してるんですが、これもねどうにかして弾いてこの蓋も弾いてね、中の餌を食べてしまいます。とても厄介ですね。これも母豚の餌、今のところ大丈夫ですね。これがあっちにいる9頭のね子豚の餌ですね。あそこの子豚の餌です。はい。母豚は元気ですね。みんなここの2頭ね、種付けして、移動させたんですが、同じね、兄弟の、ここの子の子、同じ兄弟なんですが、まだね、発情が10月になってまだ発情が来ないので、まだね、種付けできていない状況です。また種付けしたら、移動させる、ここに移動させるかもしれません。はい。で、こっちの1頭は、もう種付けして3週間ぐらい経ったのかな。まだね、次の発情が来ればもう一回種付けになるんですが、まだ発情も来ていないので、もう少しね妊娠しているか分かりません。まだ様子見ですね。はい。この子もまだ2週間ぐらい経ってるかな。こっちの3頭はまだ若いですね。生後8ヶ月9ヶ月ぐらいかな。おそらく来月の発情で種付けになります。はい。とてもいい天気で豚ものんびりしています。はい。ということで、あ、そうだ、あと出荷なんですが、出荷が次の日曜日か月曜日になりました。ただ船がね今マニラからこっちに向かっているんですが、台風もね収まったように見えるんですが、もう一つ台風が来ているみたいなので、そのねコンディションに合わせて船も来るか来ないか、出荷できるかできないかという感じです。とりあえず今は仮で、日曜日ということになってます。はい。村の方に、ね、2頭打ったんですが、106キロ105キロと結構大きかったので、他のね大きな豚も100キロを超えてるといいなという感じでございます。はい。あとどうにかねこの動画にノイズが入ってないことを願います。はい。そのところかな。では何もね、何撮ろうか迷って結局こんな動画になってしまいましたが、もしね何か動画、こういう動画見たいとかねあれば、なるべくねご要望にお答えしたいと思うので、ぜひ何かあればコメントしてください。それではご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いします。では、おお、すごい声。終わりー。